利吉じゃな。まったく、我の預かり知らぬところでこんな大層なものを作りおって。まあよい、我が来たからにはここにいる忍びを一人残らず我の友達、いや、しもべにしてくれるわ。しかし、見るからに広い施設じゃのう。あ、なんじゃお主は、我を迎えに来た。ではお主が先生じゃな。出迎えご苦労。ちょうどいい、お主に我の案内役をさせてやろうではないか。何、自己紹介が先。お主がするのは勝手じゃが、我はお断りじゃ。断固拒否するぞ。拒否じゃ。いかなる理由があろうと、神より授かった我が聖なる名を軽々しく口にするわけにはいかぬからな。まあ、お主がどうしてもと言うなら、少しくらいは我のことを話してやらんでもないが。おい待て、そこは簡単に引き下がらずに興味を持つのが筋じゃろ。まったく無礼なやつめ。どうやら我の姿を初めて見たお主には我が魅力を理解するのは難しかったようじゃな。哀れなお主に特別に我のことを聞かせてやろう。ええ、めんどくさそうな顔をするな。我は聖なる神の666番目の使徒、神にあだなす全てを滅する忍びじゃ。どうじゃ、すごかろう、偉大じゃろ。我を適当に扱ったこと、後悔するなら今のうち。って、だからなんで先に行こうとするのじゃ。我を使って遊ぶのはよせ、神罰を下すぞ。まったくもって無礼な。しかし、ここではお主のもとで学べと言われておるしの。よし、わかった。忍びの技は、お主から学ぶとして、我はお主に神の偉大さを教えてやろうぞ。嫌そうな顔をするでない。これはもう決定事項じゃ。今、点検を受けたのじゃ。では、行くぞ。我についてまいれ。我が神について、みっちり教えてやろうではないか。教えるにしても、どこで教えればよいのじゃ？まずはお主が、我を案内するのが先じゃ。さあ、はよ案内せ、今すぐじゃ。はぁ、今日も入信者ゼロとは。おかしい。これは絶対におかしいぞ。皆も入信すれば神の加護が約束されるというのに。なんじゃ、先生ではないか。我に何か用か。様子を見に来た。余計なお世話じゃ。じゃが、せっかくじゃから我の悩みを聞かせてやろう。光栄に思うがよいぞ。以前も話した通り、我は神に仕える身でな。新たな使徒を増やすのも我の大事な役目なのじゃ。忍び基地でも毎日欠かさず布教活動しとるんじゃが。それは先生も知っとるじゃろ。なのに、いつまで経っても入信希望が一人も現れんのじゃ。これでは神に合わせる顔がないではないか。まあ、忍び基地に限らず、これまで入信した者は一人もおらぬが。で、そんなことは良いのじゃ。とにかく、我としては一人くらいは友達、じゃなくて、入信者が欲しくての。どうしたものか。名案を思いついたぞ。この案ならば、基地の忍びは皆我の意のままじゃ。
先生、まずはお主が入信するのじゃ。神の教えを広めぬ手伝いをさせてやろうぞ。お主はこの基地の忍びたちの先生じゃからな。お主を味方につければこっちのものじゃ。我の完璧な頭脳をもってすれば、この程度の問題を解決するなど造作なきことだったようじゃの。何、先生が勧誘活動をするのはダメなのか。まあまあ、なんというケチなルールじゃ。しかしそういう決まりがあるということなら、残念じゃが引き下がるしかないの。まあよい、我は偉大なる神に仕えるに、多少の困難でくじけるほどやわではない。待って俺先生、今にこの基地の皆を我が神のしもべにしてやるからの。なんじゃ、お主か。また我の様子を見に来たのか。お察しの通り、今日も入信希望者はゼロじゃ。言っておくが、励ましの言葉など不要じゃぞ。我はまだ本気を出しとらんだけなのじゃ。しかし、先生には本当のことを話しておいてもいいかもしれんな。まあ、そんな大した話ではないが。言っておくが、話を聞いて笑うのはなしじゃぞ。実はな、我が本当に欲しいのは入信者ではない、その友達が欲しいのじゃ。じゃが友達が欲しいなどというのは恥ずかしくてな。我は見ての通りの性格じゃからな、ついつい見栄を張ったり余計なことを言ってしまうのじゃ。本当はもっと素直に話せればよいのじゃが、そう思って焦れば焦るほど本心を話すことが難しくなるというか、とにかくうまくいかんのじゃ。それはそうと、お主ずいぶん真剣に聞いておるな。てっきりバカにされるかと思ったのじゃが、生徒の話をちゃんと聞くのは当然。お主、なかなかいいやつじゃな。もしお主がどうしてもというのなら、友達の作り方をお主に教わってやってもよいぞ。待て、嘘じゃ、嘘。ちゃんと頼むから教えてほしいのじゃ。こうなったらお主を信じてとことん教わるとしようではないか。よろしく頼むぞ先生。話をしに来てやったぞ、嬉しかろう。わかるか、そうじゃ、我は今とっても機嫌がいいのじゃ。何せようやく基地の忍びたちと仲良くなれたからの。これも我の信仰心のなせる技というもの。いや、お主の協力のおかげじゃということはちゃんと分かっておるぞ。言ってみただけじゃ。だからそのありがとうなのじゃ。やはり我一人では他の忍びたちと仲良くなるのは難しいからな。これでも感謝しとるんじゃぞ。しかしいずれはお主に頼らずとも自分の力で友達を作れるようにならねばいかんの。そのためにも我はもっともっとお主からいろんなことを学ばねばならぬようじゃ。というわけで先生、やっぱりお主入信してみる気はないかの。お主のような優秀な者が近くにおれば我もとっても助かるのじゃが、どうじゃ。ダメ、お前相変わらず頑固なやつね。じゃがそういうことなら我がお主の生徒としてお主の技を盗むしかないようじゃの。
今見ておれ、先生の技を盗んで我がこの忍び基地で最も優秀な忍びになってやるのじゃ。我が偉大な忍びにさえなれば、信者も友達もたくさんできること間違いないからの。そうと決まれば先生よ、これからも我が野望のためにしっかり励むがよいぞ。あれ先生、おーい先生。だからなんで途中でどこかに行ってしまうのじゃ。我を存在に扱うと罰が当たるんじゃぞ。休みたいの。ん、なんじゃ先生ではないか。お主も休むところかな。ふむ、我は先行と雅人の訓練を終えてきたところじゃ。まったくあやつら容赦のない訓練をしおって、おかげで我は毎日クタクタのボロボロなのじゃ。まあ友達と一緒に訓練というのは嫌いではないし、我も楽しいんじゃがな。それに先行と雅は我が神の話にも興味を持ってくれるんじゃ。なかなか見込みがあるじゃろ。しかし興味はあっても入信する気はないみたいじゃが。はや、そのうち口説いてみせる。時間の問題じゃ。とにかく我は毎日楽しくやっとるぞ。忍び基地へ招いてもらったおかげじゃな。それにしてもどうして我が招かれたのかな。あ、いや、なんでもない。こっちの話じゃ。そんなことよりお主に頼みたいことがあるのじゃ。我にチームで戦う術をもっと教えてくれんかの。友達は増えてきたんじゃが、やはり任務となるとまだまだ不慣れでな、足を引っ張ることも少なくないのじゃ。教祖の我がみっともない姿などさらして我が神の威厳まで落としてしまうわけにはいかんからの。何？神について詳しく知りたい？ついにお主も信仰心に目覚めたかの。なんじゃ違うのか、思わせぶりなやつめ。そういうことなら神の話をするわけにはいかんな。なんでって、ダメなものはダメなのじゃ。あまり深く聞かれても考えてな。あ、じゃなくて、あ、そう、信仰心がないものに教えても理解が及ばんのじゃ。聞くだけ無駄というわけじゃな。とにかく今は我の稽古を見る方が先じゃ。ほれ先生、はようついてこい。先生、我を呼びつけて何の用じゃ。料理の稽古？なんじゃやぶから棒に、なぜ我が料理などやらねばならんのじゃ。いやじゃ、我が忙しいことはお主も知っておろう。今日もこれから布教活動に行かねばならんからの。料理など作ってる時間はないのじゃ。何？料理がうまくなれば信者ができるかも。先生、それはまことか？いやいや、我は騙されんぞ。料理ができるくらいで信者が増えれば苦労はせんわ。まあ確かにいつも通りの布教活動では成果が出ないことも分かってはおるが。分かった、お主がそこまで言うなら少しくらいならやってみてもよいぞ。その代わり誘ったからにはちゃんと教えるのじゃぞ。自慢じゃないが我は料理などほとんどしたことがないからの。デカ盛り
るぞ。わあ、先生ではないか。お主も我の料理を食べに来たのか。よかろうよかろう、少し待っておれ。しかし、まさか我の料理がこんなにも忍びたちに好かれてしまうなんて思いもしなかったの。自分でも驚きじゃが、我は料理の才能に満ち溢れていたということじゃな。料理のおかげで友達もたくさん増えたし、人生何が起こるかわからんもんじゃの。これもお主がきっかけを与えてくれたおかげなのじゃ。感謝しておるぞ。あとはこれをこうして、出来上がりなのじゃ。先生、冷めないうちに食べるがよい。しかし何か忘れておるような。我、そもそもなんで料理を始めたんじゃったかな。まだまだ、こんなんじゃみんなに追いつけないよ。先生、いつからそこに。今の聞いてた。我の稽古が気になるとはなかなか感心じゃの、先生よ。なんじゃその顔は。別に何もごまかしてなど。ごまかしてなど。さすがに苦しいな。先生、誰にも言わんと約束できるか。約束じゃぞ。もし嘘をついたら恐ろしい罰が。罰はないかもしれんが、とにかく許さんからな。さっき先生が聞いてしまったように、我は本当は普通に、というかみんなと同じように話すことができるのじゃ。この話し方は自分を神のしもべの聖なる忍びと思い込むための一つの手段に過ぎぬからな。実はな、我はもともとは優秀でも何でもない忍びなのじゃ。いや、むしろ蛇所に入ったばかりの頃は下から数えた方が早いくらいだったの。じゃが、忍びの世界は弱肉強食。弱いままでは誰からも認められることなどない。故に我は神のしもべになったのじゃ。神の力を代行する忍びにな。つまり特別な力が自分にもあると信じることで、周りの忍びに劣っていないと思いたかったんじゃ。滑稽と思われるかもしれんが、実際やってみるとこれが面白いようにうまくいってしまってな。我が蛇女の選抜候補に選ばれたのも、こうして忍び基地に招かれておるのもそのおかげじゃ。じゃが、いつまでも神の力だなどと言わず、自分の力に胸を張ることができるようになれればと。そんな気持ちもあっての、さっきみたいにこっそり自主練しとるというわけじゃ。だから自主練の時は本当の私のこういう喋り方になるの。みんなには内緒にしてね。って本当はみんなに内緒にしないで、普段の私のままで話してみたいんだけど。けどもうあっちの私で仲良くなっちゃってるわけだし、急にこんな話し方になったらみんなびっくりするよね。今日の稽古はとびきりうまくいったのじゃ。この調子なら我がこの基地のトップに立つ日もそう遠くはなさそうじゃの。先生、お主は偉大な我の先生なのじゃ。これからも精進するがよいぞ。なんじゃ先生、何か我に言いたいことがあるのか。本当の話し方、
こんなところでその話はダメじゃ。人に聞かれたらどうするのじゃ。まったく危なっかしいやつめ。ここなら、お前大丈夫そうじゃな。先生、この間相談した話だが、忘れてもよいぞ。というか、我も気にしないことにしたのじゃ。我はどうやら自分はできると思い込めば思い込むほど調子に乗っていろいろうまくいくタイプらしくての。先行と雅に言われたんじゃ、芦屋はあれこれ考えすぎない方がいいとな。確かに神の使徒を自称していると何でもできる気がするし、あの自分を無理に抑えるのは逆効果だと思うのじゃ。服を着たり面をかぶったりするのと同じで、我は神の使徒という衣を着ておると思うことにしたのじゃ。もちろん本当の自分を偽りたくないという気持ちもなくなったわけではないが、神の使徒である我も我の一部なんじゃからの。とはいえ本当の自分で戦うための自主練は続けるから、お主も気が向いたら手伝ってくれてもええぞ。ただしあっちの我、私を見せたことがあるのはまだ先生だけだから、他の人には言わないでほしいの。いつか基地のみんなにも話したいなとは思ってるけど、その時が来るまでは先生と私だけの秘密だからね。